はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日はファイナルファンタジー14、グレのリベレーター編、第197回配信を撮っていきたいと思います。さあ、やっと正門前までたどり着きましたけども、こちら、アラミゴ正門。で、話をみんなに聞く前に、今日はまたちょっと新しいお友達を。どっちにしようかな。ベンベンさんにしとこうか。これカンパニーチェストからいただいたものです。ありがとうございます。ミニオン所属、海底で発見された謎めいた四角錐、なぜか動く。なかなかミステリアスな。こちら、ピラミッドみたいな感じかな。ベンベン、この謎めいた四角錐の物体は南方大陸の神話に登場する永遠を意味するイニシエの丘ベンベンを象徴する記念物だし、巨大石像墳墓の頂に据えられていたはずの代物だが、なぜか遠く離れた海の底で発見された。泣き声のベンベン。あ、はい、よし、じゃあ今回はこのベンベンと一緒に、あれ、それたげれないんだが、あれ、たげれない、そんなことある。あ、たげれた。なで餌はある。反応がないか。食べてんのかな。無機物っぽいけどご飯は食べれるのか。八の字を時々描く。今日はこのベンベンさんと一緒に頑張っていこうと思う。よし、じゃあピピンさん、ジェリーフィッシュ殿、アルフィノ殿、来てくれたか。その重そうな包みを父上が私に。はい、この重い包みをどうぞ。何でしょうか。武器。これはティソーナではないか。ティソーナといえばラウバーン局長が愛用する二剣一対の受剣。そうだ、かつて父上がコロセウムの戦いで宿敵より譲り受けた炎の魔力を宿した受剣だ。その片方を私に。失った腕に代わる使い手として見込んでくれたということか。父上の信頼に必ずや応えてみせようぞ。さて、お二方、いよいよ正門の突破に取り掛かることになるが、覚悟はよろしいか。どうやら準備は万全、気合も十分のようだな。よし、では始めるとしよう。偵察部隊より緊急報告。アラミゴの城壁北より帝国軍部隊が出撃したとのこと。砲列を攻撃するつもりか。敵部隊の数は。発見されたのは先方役頭母式小隊規模の部隊ですが、いずれも手だれで知られる人狼族のようです。少数精鋭の部隊を送り込んでこちらを揺さぶるつもりか。だがさせるものか。こちらも精鋭のブラッドソーン隊を送り込んで撃滅せよ。ピピン小当主、お待ちください。人狼族といえばドマーが治めるヤンサ地方の獣人種族。故郷に残してきた家族を人質に取られ強制的に戦わされている徴用兵だと思われます。おそらくドマーが解放されたことも知らされていないのでしょう。ならば説得すれば退いてくれる可能性があります。ブラッドソーン隊はアラミゴ王宮攻略の要となる戦力。ここでいたずらに消耗させるわけにはいきません。ドマ解放戦に参加した私にどうか説得のチャンスを。確かにここで主力の損耗は避けたい。アルフィノ殿とジェリーフィッシュ殿に人狼部隊への対応を一任しよう。ありがとうございます。シャメ、すぐに北へと向かおう。
無益な殺し合いを止めるぞ。はい。今回はコンラッドさんがさ、最後まで続けてた、やっぱ説得だよね、相手に対する。これがキーワードなんだろうな。説得っていうのがね、重くのしかかってくるよね。あ、そう。陸上の文脈はなし。あとクエストだけ2つ。バトルになるやつ。ちょっと待って、先に地図だけ開けてきていい？多分もうちょっとそっち行くと地図が。ギリギリで開いた。マップがね、ちょっとよく分かってないと怖いから。じゃあ、ちょっと。話していこうか。アルヒノ君、敵が近い。アクティブの敵が近い。君よく平然としてるな。この辺りで人狼族を待ち受けよう。小規模の部隊とは聞いたが、説得交渉に失敗すれば戦いになりかねない。準備はいいね。はい。あ、頑張るぜ。来たぞ、シャミー。間違いない。人狼族の部隊だ。説得聞いてくれますか？そこをどけ、小僧。ドマより徴兵された人狼族の強者とお見受けします。人狼族の強者とお見受けします。私の名はアルヒノ。どうか。話をお聞きください。黙れコアッパ。子供を切るつもりはない。戦場より去れい。かっこいい。あなた方の祖国ドマは帝国の支配より解放されました。私たちはヒエン殿と共に戦い、夜露を打ったのです。もう帝国軍のために命を落とす必要などないのです。よまいごとを。我らが力を持ってなせなかったことを、貴様らのような小僧がなせると信じると思うか。あげく、主君海燕様が嫡男、飛燕様の名を語るなど許しがたい。断じて嘘では。どうかその刃をお納めください。無駄に血を流す必要がどこにあるというのです。その言葉が真であれば、確かに我らに戦う理由はない。しかしその言葉に偽りあれば、帝国軍は我らを裏切り者と断じ、祖国ドマに残してきた血族は無残に殺されよう。だがどこまでも誠であると豪語するつもりなら、祖国ドマを救ったという力で我らを止め、証明してみせよ。戦いは避けられませんでした。あー、ちょっと待って、間違えた。ルベユールの名にかけて。魔力よ走れ。うん、増票では勝負にならんか。
ではこの白老自らが相手になってやろう。思う存分刃を交えようぞ。ちょっと待ってよ、ピンってきたけどまだ画面が暗いんだけど大丈夫か。オッケーオッケー、攻撃できない。待ってこれ距離減衰ってやつじゃん。あれも大丈夫かな。どうしたエオルゼアの武人とはその程度か。本気を出してみる。まず出し惜しみはなしというか、おお待って、ちょっとちょっとちょっと、これほどとは。あ、間違えた。2回も使ってしまった。カーパンクでは魔法効果を得ることができる。大丈夫なのかな、違うのか、いやすげえ食らってる。何の魔法効果が得られるの。アルミノが、アルミノが使い、攻撃が。ここまででよかろう。貴様たちの言葉見極めさせてもらったぞ。回復効果があったのかな。ふふ、敵が近いんだよな。戦いの中で真実を見極めようとは、さすがは武の民として知られる人狼族だ。敵が近いんだよな。これくらいで話できる。あ、よしよし。貴様たちの戦いぶり、確かにドマの侍と共に戦ったことのある動き、何より我らの命を奪おうとはせぬ戦いぶり、信じねばなるまい。お話ししましょう。ドマで何があったのかを。ヒエン様の帰還、まことであったか。しかして豪雪殿は、いや、良き死に場を得たと言うべきか。それに比べて我らは、なんという1、今は後悔の時ではない。2、何も言わない。今じゃない、後で、後悔は後に、今動こう。一度帝国の倉庫となる屈辱に甘んじたのであれば、今さら生き恥をさらしたと
悔やむ身ですらないか。我ら侍衆、大将の意志を継いで立ち上がらねばなるまいな。我らこれよりアラミゴ王宮へと退き、仲間たちにもドマ解放の真実を伝えよう。そしてお主らの突入に合わせて、この牙で奴らの喉元を食いちぎってくれようぞ。くれぐれもこの戦いで死に場を見つけようと思わないでください。生きて故郷に戻ることをヒエン殿も望んでいるでしょう。ふっ、愛分かった。世話になったな小僧、そしてエオルゼアの強者よ。それではごめん。わあ、白露殿強かったな。よし、我々も戻り、ピピン小刀匠に伝えよう。呪術師ギルドの6兄弟だよ。あれ5兄弟だっけ、6兄弟だっけ。おお、戻られたか。して説得交渉の結果は。白狼という名の人狼族が説得に応じてくれました。やはり彼らはドマ奪還の事実を知らされていなかったようです。これで人狼連隊との戦闘を回避できそうです。それは朗報だ。これで正面に立ち塞がる障害に集中できるぞ。よし、魔導士部隊前へ。火炎魔法投射、城門を赤熱させよう。続いて急速冷却、ありったけの氷結魔法を叩き込め。開け、城門を粉砕しろ。飛行型魔導アーマーか。少しで城門を破れるというのに。来てくれた。あれは義と盟約により馳せ参じた者ども、今こそ共に受けた恩を返す時ぞ。奮戦せよ。飛燕殿、空の敵は引き受けた。進め、自由のために。よし、攻撃速攻、何としても城門を打ち破れ。やったぞ、ついに突破口が開けたんだ。
よしよしよし。というわけで今回は話を聞いてここまでにしておこうかな。こっちの方全然行けてないけど、目的地ってこっち？なんかよく分かってない。ちょっとみんなに話聞いたら今回終わっとく。ルキアさん、分厚い金属製の扉を突破するために呪術によって加熱してから冷却し熱衝撃を加えるとはな。魔法の扱いを増えてとする帝国軍には考えつかぬ戦法だ。あ、見る。空中で飛行型魔導アーマーを叩き切るとはドマの侍恐るべしだな。あるの。まさかユーギリ殿だけではなくヒエンドのマデモが駆けつけてくれるとは。なんか感動するよね。いざって時にみんながわーって来てくる。ゼノスを見つけたのなら迷わず切る。どちらか先に奴の元にたどり着くのか勝負といったところだな。エオルツヤの結束力今こそ示す時ぞ。アラミゴ人の部隊実力見せてくれる勝利を我らの手に。森の窮地で射抜いてみせる。アラミゴだ亀の前目前だ。ナルシンとザルシンを我に祝福を。あ、喋る人と喋らん人が負けないにゃ。この人は喋らない。精霊よ癒しの力を。岩をも砕く合力で。なるほど。というわけで今回はここまでにしておきたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。